だろうな。出会った時の電撃に俺は感電してた。ずっと探してた女神にやっと出会えたよ。今いくらだっけ？今34,000だ。34?いや、これ4,000円だけ入れた。戻ってくる、戻ってくる。やるよ。よし、すげえ。行くぜ。ちょっと写真撮りたい、これ。写真撮りたい。急いでくれる。さ、写真撮って。え？急いで消化してくれ。写真撮ってば。早く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 。分かった。急いで。分かった。分かった。よしよし。これのとこだ。OK。 メダルも2000枚を切ってしまった。2000枚ないな。どうしよう。これは厳しいかもしれない。あ、なかなかゴッド引いてたんで、もうちょっと、よく言えば、もうちょっとみんなの負債をカバーできるぐらいので玉が欲しかったんですが、これ以上減らすとまずいことになる。大負け。お父さんくれたのに。お父さんくれたね。怒られちゃうよ、さすがに。なんで？食べながら。毎日2本食べてる。え？いや何買ってきてるの？いただいたんで。いただいた？こんなの食べてる暇ないよ。ありがとう。今あいつペロが、ハーデス2で800とか乗せたんで。え、嘘？多分エンディング行くから、そんな無理しなくて大丈夫。あ、ただ俺は42,000。いや、俺は？俺今何してるの？俺今何してるの？ハーデス2を。笑った？もう、アイス食べといて。アイス食べといて。まあ、うん。なんで、ちょっと頑張る。そんなひどい負けではない。あ、なんなら負けてるの、俺だけ。お父さん、お父さんの、もう食べといてください。ちょっと娘怖いな。おお、乗った。うわー、これですよ。ハーデスステージ来ちゃったよ。今ちょうど2時ぐらいか。揃っちゃったよ。すごいな。相性いいんだ本当に。音打たなくてもいいかもよ。アイス、椅子でアイス食べててもいいよ。そう
になるだけだろ。じゃあ、試しに俺がそういう状況になったらどういう風になるか見てくれ。え、何？何だって？何だって？あんな音見たくない。音やっぱそんな音見たくないや。だろ？うん。だろ？うん。やだなぁ、お父さんあんな感じでアイス食べてんの、パチンコ屋のそばで。いやー、これ延長かもしれないね。あ、ちょっと430ゲームぐらいハマっちゃってるんで、とりあえず稼働はいいんですけど他のダイムも行こうと思います。今400ぐらいハマっちゃってて、姉ちゃんすごい、やったよ。俺音から聞いた、すごい。アナザーレジェンド、ありがとう、ありがとう。よかったよ。ダメなの音だけだね。そうだよ、音そうじゃないよ、音で今出してくれてるから、400ぐらいハマっちゃってるからどうしようか迷っても。これ天井ないですよね。天井ない、天井ない、ねえよ、あるわけねえよ。今日ずっとハマってる、うん、それしか見てない。どうしよう。お前ら育てるのに大変だったんだよ。俺お前らを育てるのに大変だったんだよ全部吸われたんだよお前らに。まだ親の世話はしたくねえよなんで喧嘩が始まったの。相談する人やめてていいのか。何、どうしたらいい。喧嘩しないで、どうしたらいい。やめてろ、やめよ、やめよ、やめろ、やめろ、やめた。休んでて、お姉ちゃんは。あとは俺が頑張るからやれるだけ。まあ、休んでて、あそこ座って、やあそこ座って、いい、誤解じってろ、誤解じってろ、いじってろ、いじってろいじってないよ。何をいじるんだよ。ここではできない、ここではできない。あ、じゃないよ、自分の子供に下ネタ言うな、ダメだろ。はい、はい、はい。260ゲームで500枚ぐらいかってことは2000枚ぐらいはいくか。やべえ、終わんねえよこれ。今のサマイ的にプラスで終われそうなのかな。私が1300枚浮いてる。はずってこと。あ、投資いくらだ。え、投資いくらだ。34,000円かな。34,000。で俺が投資1900万円。計算したらちょっとだけプラス。だからもう今日初回やから一球は投げたいじゃないですか。だからやめます。じゃあ俺やめよ。今日は次から頑張ってくれたらいいから、もう、うん、今日はやめよ。はい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 。なんだよ音、なんだよ。え、お先に失礼しますってこと？なんだよ音。何あれ？なんだったの今の？はい。
どうぞ。さあ、来ました、エンディング。ラスト、おー、写真よくやった、おお、よくやった、写真撮りたい。あー、ちょっと OK、 いや、やったやったね、やった。いやよくやったな、今日は本当に。あれ？あれ？お父何やったんだ？なんかやってたかな？いや、俺本当にお前らがいてよかった。感謝してよ。親孝行したよね。姉はやることやった。まあやりたくねえけどな。一応やっとくか。何？ここの結果を。やろうやろう。振り返っとく。始まらない。飲んじゃう、先。先飲んじゃう。まだないよ。まだないよ。飲む前に発表。じゃあマリアから、はい。じゃあマリアの結果は、投資が188枚、最終1643枚、サマイがプラスの1455枚。あらららら、すばらしい。さすが姉ちゃんだよ。姉としての役割を果たしました、私は。本当に姉ちゃんありがとう。もう4万2000。軽っ。ゼロ。そんな軽く流せないよ、それは。はい。はい。47枚貸しなんで、はい、まあ、2000枚弱のマイナスということで。今日見せ場あった、おとん。これ壊したぐらいかな。一話目にしても壊れてる。これもう壊したぐらいかな。壊しただけが。お前だってまひろがってないから言ってみろよ。俺は投資が1598枚、回収が2356枚、サマイがプラス758枚です。プラス。ちょっと待って、待って、うん、これすげえ負けました、うん、勝ちました。3人のサマイがプラスだったら投げられるわけですよ。ボール1個獲得できるわけですよ、うん、さあ、果たして今回3人のトータルは。マリア発表します。おい、3人の合計サマイがプラスの238。プラスになったんだ。プラス。すごい。が頑張ってくれた。いや、俺が頑張ったよ。ったよ、前半頑張って、前半頑張って、で後半頑張って、なんだな、持つべきものは子供だね。父ちゃん何もしてないの、むしろ。千枚ごとにボールが1個増えていく、はい、ということで、まあでもプラスなんでボール1個獲得と。1つ獲得。すごい、今日プラスになると思わなかった、正直。思わなかった。よかった。ちょっとね、これ投げて何が当たるんだ。商品あるんですよ、うん、もう内容がちょっと決まってて、はい、モバイルバッテリー、電動歯ブラシ、そしてお食事券の3000分、そしてワイヤレスイヤホンと電気ケトル、そしているかいらないかわからないたわしが4つということで。なるほど、まあ、外れもあるんですけど、まあ、結構じゃあ全部ドンキで買える感じのやつ。これ控えめだな。まあ紹介だから、ね、あの練習すると豪華になっていく。ああ、なんかハワイ旅行とか。で、あの車まであるらしいから。車まで。あたたたた、練習すればどんどん行くから。だからぶち抜かないとやっぱね、コースされていかないから、行きましょう。ああ、視聴者さんあってこそだもんな。うん。そうか、俺お金あってこそだぞ。お金のことしか言ってないから、やっぱ俺息子のさ、お金大事。子供に、よし、プラスで終わって。お前だよ、お前が投げんだよ。よし、じゃあ大好きな野球だよ。よし、じゃあ俺の腕の見せ場、投げてやるぜ。さあ、次はチャレンジ。今回は1000万以内のプラスだったということで、ボールは1球です。1個だな。ただの1球です。よし、俺、投げ直しないんで。投げ直しないです。やり直しないんで。ちょっとじゃあ一回カメラ回ってないとこで練習させてほしかったわ。だって初見で練習とかやらないよ。お前ベースボールマシンだろ。あいつパスボールマシンじゃん。子供たちのことをマシンマシンって言うなよ。あいつだって俺ないと16万負けた翌日うちに行こうとしたの。やめて、言わないで。言わないで、それは。それは姉ちゃんそういうこと言うな。ベロ頼むぞ。よし、父ちゃん見ててよ。任せたよ。何番何番いってますか。まあやっぱり6番かな。ここね。あ、でもちょっと姉ちゃんに近いから怖いな。いや、ど真ん中行け、ど真ん中。5番。5番だな。うん、5番行くよ。5番。うん、忘れとけ。野球部の底力。いけ。
行くぜ。行け。おー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 うめえじゃん。うまくねさすがおつら俺にしかないわ。マリア5番。はい。5番なんだ。うまじゃじゃん。せーのドン。なんでやねん倒しなんでやねんなんで5番が倒しなんだろう。なんでだろう。完璧なボールプレイだったぞ今。コントロール完璧だったのに。なんで5番倒しに。なんで5番が倒しなんだ。マジかよ。でも倒しのプレゼントと。倒しすぎる。みんなごめんな。なんかちょっと残念。いやまあそれもこれもほら1個しか獲得できなかった。頑張りに。私たちが、あ、私たちって、いや、そういやいやいや、お前もよ、赤縄できっちりやってればもうちょっとなんとかなったろ。でも G ストップ2回もお父さんやったからね。1回もお父さん G ストップ2回やってどうだったんだよ。どうだったの。お前もよ、お前ハーデス朝一から言ってるよ。お前もっと勝ったかいがよ。何やってんのおめえは。バーやろ、バー息子。俺は朝一からハーレス2に行こうって何回もしてたのに、無理やりハーレスに連れ込んで爆裂投資させたのは誰のどこの親父だよ。次から真面目にやる。すいませんでした。ご迷惑おかけしました。なんで次はいいとこ見せてください。あーもう回しとけ。威厳を保ってください。かっこいいところも見たいよ。じゃあ次こそは3人とも勝てるように、そうだ、ボール3つ4つ獲得してサプレゼンできるように、はい、家族力合わせて、もっと頑張れよ。視聴者をね、うん、喜ばせようよ。いや、俺を喜ばせる。なんで視聴者のためのもあるでしょ。じゃあ、たわしあげるよ、途端に。家族の絆を結ぶのはお金のみ。頑張ろう。お金だ、お金だ。なんでこんな親なの。チャンネル登録すれば検索の手間いらずで最新動画をいち早くチェックできます。皆さんもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。